昨日の午後ですね、東京高裁に対する控訴状というものを裁判所に提出いたしました。経産省側がいつ、この仮執行、つまり強制執行でありますが、これを行うかもってもおかしくないという非常に緊迫した状況にあるわけでありますが、我々は本日この仮執行について宣言についてですね、執行停止の申し立てを行う予定であります。私たちはこのテントがどういうことによって、どういう力によって支えられてきたのか、今日1271日にわたって本日ですね、刺されてきたことについて相当程度深刻に考えておきたいというふうに思っております。つまり脱原発、あるいは再稼働反対を、そして原発の廃止を願う全国全世界の人々の意思がここにあるということを重く受け止めたいというふうに私は思っておるところであります。我々ですね、これは明らかにですね、反原発闘争に対する口封じ、恫喝、嫌がらせ、その最たるもんだと。我々はこの戦いの先頭に立ってきた2人をですね、2人にこの戦後損害金を背負わせるわけにいかない、運動全体で集める。そしてその目的はですね、国がこの口封じ、恫喝、そして見せしめとして国に物を申せば、こういうふうな大きなですね、金額で背負わせて物を言えなくする。これはですね、全国での反原発闘争の中で跳ね返すだけではありません。我々はこんなことをしたら全国の反原発闘争が一層燃え上がる、一層激しくなる、そうした戦いのですね、先頭に立つ、そしてその保障を作り出すという意味で全国の支援の仲間の方々に寒波を訴えて、2800万円をはるかに超えて、1億円をはるかに超えると基金を集めたい。それを今まさに反原発闘争、再稼働阻止闘争が山場になる中で、その戦いの基金として積み上げる、こうした形で彼らに倍返しする、こういう戦いの意味合いでこの基金運動をやりたいと思います。以上です。